吉宗評判記暴れん坊将軍。の虎ぞ、そのような言い逃れなど許されぬ。その方どもの悪行の数々、すでに当奉行所において調べはついておる。ただいまよりその罪状を明らかにいたす。山田奉行から将軍吉宗によって一躍江戸南町奉行に抜擢され、今や吉宗の片腕として揺るがぬ存在になっていた大岡越前の守忠相は、その頃江戸の町を震え上がらせていたヤクザ夜嵐の虎蔵を捕らえ、一味の徹底的壊滅に全力を挙げていたのである。どうだ虎蔵、これでも申し開きができるか。お奉行さん、黙って聞いてりゃなるほどもっともなようなことにも聞こえるが、世の中ってのはそう甘いもんじゃねえ。どんなに力んでみても理屈じゃどうしようもねえことがいっぺんあるんだ。第一足には何千人からの子分がいるんだ。言ってみりゃお互い様だ。それ以上ご了承すると今に泣き面を見ることになりますぜ。その部来の者ども厳しく究明し、全員ことごとく処断いたせ。は、必ずご期待に添えるべく努力いたします。もし奉行所の手に余ればいつでも遠慮なく申し出るがよい。これは公儀の威信にかけてやるのだ。は。おお、これは大岡殿、お役目ご苦労様でござる。大岡殿、この度のお働き実にお見事でございました。しかしこのままで安堵なされては困りまするぞ。第二第三の弱らしい一家が出てくる可能性は十分ございます。それに捕らえた者は速やかに処断すること、虎蔵も例外ではありませんぞ。鉄は熱いうちに打てと申します。恐れ入りまする。ただ精一杯お務めいたすまででござる。では さすがに忠相だ。江戸は忠相に任せておけばいい。まあ考えてみれば、あの時思い切って町奉行を忠相にしてよかった。なじ。はい。まあそれはその通りではござりまするが。なんだ、歯切れが悪いな。じいはそうは思わんのか。いえ、そのつまり。つまりなんだ。はっきり申してみろ。はい。上様、はっきり申せば。今やご時世は変わり、功名手柄などというものはもう遠い夢の世の中でござります。大勢の旗本たちは無役のままなすこともなく毎日を過ごしております。ところが越前殿は一躍町奉行、
それに加えて上様格別の御信任の厚さ、無役の旗本たちの越前殿を見る目は普通ではござりませぬ。じいはそれが心配でござります。そうか、人を選ぶということは難しいものなんだな。よらしの虎殿が閉じ込まってよかったな。え、何しろ大親分がしょっぴかれましたもんで、他の子分たちは今みんななりを潜めております。おかげさまで安心して商売ができるようになりました。結構なことじゃないか。さすがだな大岡様よ。やりますね、あの大岡様は。息のかかった親分氏は今もど天満町に入れられてるそうで、残っているのは雑魚ばかり。おい、そういや町で喧嘩騒ぎを見なくなったぜ。へ、これで明るいお江戸になりますよね。そういうことだ。まあ俺たちもああいうな谷みたいなヤクザが二度とはびこらないように飯枯らせなきゃな。よし、じゃあ今日は前祝いだ。ガンガン飲むぜ。おやじ、どんどん酒運びや。へい、おい、お酒だお酒だ。はい。おい、リコ、おめえちょっと寄って一杯つったらあれにしや、お前自分早すぎるじゃねえかよ。めぐみの頭だもん、あるもん、細かいこと言わないの。おやじ、酒ちゃんちゃんも作り。へいへい。ご覧の通り、すでに牢屋敷は収容限度を超えております。まもなく断罪を申し渡す。それまでしかと監視を頼むぞ。はあ、心得ました。手前ども家族もやっとまともに暮らせるようになりました。この通りでございます。どうか江戸からヤクザを追っ払ってくださいませ。お願いします。お帰りなさいませ。お召し替えは？いや、またすぐ出かける。今日中にどうしても調書をまとめねばならんのだ。まあこのところ毎日ご苦労様でございます。うん、町人たちも首を長くして待っている。それに天満町もいっぱいだしな。一日も早く決着をつけねばならぬ。何、3日や4日寝ずともどうということはない。でもあまりご精をお詰めになりましては。そうそう、今夜は好物のおはぎを作りました。おお、そうか。では茶も一緒に持ってきてくれ。はい、ただいま。忠助の妻奈美、伊勢山田の生まれ、伊勢神宮宮司の娘である。忠助が山田奉行に着任した頃知り合ったという。以来十何年文字通り総工の妻である。ああ、そうだ、例の祝いの品何か用意いたしたか。はい、いろいろ考えましたけど、このようなものを作りました。ご覧くださいませ。馬か。引きますと首が動きます。なるほど、これをナミが自分で作ったのか。はい。そうか、いやーよくできているな。同心たちには次々と子供が生まれるのに、どうして俺たちの間にはできんのかな。新人が足りんのかな。そうかもしれません。明日八丁堀に行った帰りにでも小奴観音様にお参りしてまいりましょうか。いささか泥縄だな。まあ、聞くかな。聞くと思えばきっと聞きます。あ、お帰りなさいまし。うん、与平、明日奈美が八丁堀に行く友を頼むぞ。はいはい、か
しこまってございます。それからその後小安観音にも参るそうだ。それなれば手前も一生懸命お祈りいたしましょう。早く御前に若様ができますように。おお、そうか、それはありがたい。お奉行、調書が全部揃いましてございます。よし、すぐ行く。野原氏の虎蔵一家が捕まったおかげでまるで江戸の足は生き返ったようです。そうか、それはよかった。いろんな商売、あっちこっちの盛りは、これはもうみんな大喜びですよ。さすが大岡様だってね。そうだろう。でもね、新さん、わしにはちゃんと分かってるんですよ。後に新さんがついてるおかげだってね。これからも一つよろしくお願いしますよ。一頃はこの辺は無法者の町だったそうだな。今では女子供も生き生きと暮らしております。このまま帰るのが惜しいような良いお天気。おそういえばこの近くに小佐助で有名なお地蔵様がございます。そこを回りましょうか。でも近いのですか。ほんのわずかです。ああ、与平は江戸の生まれでしたね。この辺には詳しいのですね。よく存じております。ご案内いたしましょう。もうそこで。お待ちください。大岡様のご妻女でいらっしゃいますな。はい、そうですが。すぐおいでください。お奉行様がたった今お城への途中で倒れられました。医者は脳卒中と申しております。それがしがお迎えに上がりました。さあどうぞ。さあ、明日岩梨の虎蔵に断罪を申し渡すのか。はっ、そのように聞いております。よし、これで江戸も良くなる。上様、どうしたのだ。大岡様の奥方のお姿が見えません。何、今日昼過ぎお出かけになったきり、いまだにお帰りがないのです。申し上げます。ただいまご門にかような手紙が投げ込まれました。お届けします。ご苦労。は、女房は預かった。探しても無駄だ。無事返してもらいたくば、天馬城牢内の夜嵐の虎像を速やかに解き放せ。さもなくば女房の命は亡き者と思え。たわけたことは。ナミ、何とおっしゃろうとも私の言うことは同じです。また主人もお役目を左右されることはないはずです。刺すなり切るなり存分にしてください。私は大岡忠相の妻です。そうは言ってはおれまい。おお、越前殿。あ、どうかされましたか。別に。それならば結構。それがしも噂は聞きましたぞ。
江戸中を我が物顔にしておる凶暴な部来の者ども、いよいよ断罪と決まったそうじゃの。はご法にのっとり厳しく処断いたします。ああ結構結構、顔色の優れぬのもそのお疲れのためであろう。いやご苦労でござる。上様は今御座の間においでのはず。さようでございますか。では、急なお呼びと伺い参上いたしました。忠相、その方の妻いなくなったそうだな。水臭いぞ、なぜ黙っていた。恐れ入ります。しかしこれはそれがしに対する単なる嫌がらせかと思われます。要するに私事でございます。お耳に入れるほどのことではございません。何か心当たりがあるのか。いえございません。残念ながらいろいろと考えてはみましたが。岩嵐の虎蔵一家ではないのか。それがしも一度はそう思いましたが、しかし。なんだ。はあ、波が姿を消したのは江戸のそれも白昼でございます。ヤクザどもが今そういう思い切ったことをするとは思われませんか。そうか。おそらくそれがしの失脚を狙った者の仕業かと思われます。その証拠に夜嵐の虎蔵を解き放せとの要求が参りました。虎蔵を解き放せ。そうすれば奉行所の威信もそれがしの信用も完全に失墜いたします。つまり波はそれとの交換条件なのでございます。これが何者かが奉行所の門内に投げ込んでいきました。卑劣だ、卑劣極まる。しかし負けるわけには参りません。それがしの肩には江戸百万の民の安全がかかっております。しかしこの吉宗、このまま放っておくわけにはいかんぞ。やむを得ません。忠相、夜嵐の虎蔵を解き放せ。何と仰せられる。ありませる。夜嵐の虎蔵には近く断罪を申し渡すばかりになっております。それを解き放すなど思いもよりません。奉仕の区別ははっきりといたさねばなりませぬ。だがそのためにお主の妻が覚悟はいたしております。町奉行がいちいち脅しに乗せられていてはお役目は果たせませぬ。皆様、何とぞこの件はお忘れおきくださいますように。お行、留守中連絡はなかったか。波の手がかりはなかったのか。は、残念ながら。そうか。よし、下がってよい。は。Thank you.
山梨の虎蔵、出ろ、取り締まりだ。おい、みんな聞いたか。同じことを何遍聞きゃあのお奉行は気が済むんだ。出ろって言うんだったら出ますがね。おや、また人が変わったね。ご苦労様なことだ。何が聞きたいんだね。おい、虎蔵、正直に申せよ。その方、姑息な手段を使ったな。何のことですかね。町奉行の西条を誘拐しただろう。さあね。正直に言え。あっしには何千人も身内がいるんだ。子分になりてえやつはどれほどいるか見当もつかねえぐらいだ。一体誰がやったか忠義な話だ。万が一お奉行の妻女に危害があると即刻お前を処断する。まあ好きにやるんだね。だが下手にやりゃあぶあち取らずっていうことになりますぜ。いかがでございましたか。やはり虎蔵の仕業でしたか。いや、わからん。しかしおとき放ちをしなければ奉行の女房の命はないものと思え。やむを得ん。今思い切った手を使うしかあるまい。いいか、虎蔵から一時も目を離すなよ。は、何、おとき放ち、バカな、誰がそんなことを。は、上様直々のご沙汰にございます。何、上様。上様、分かっておる。すべて俺が責任を取る。俺が責任を持つ。忠相は奉行所に帰れ。帰って妻が無事に戻ってくることを祈っている。大変、大変。どうした、え、何慌ててるんだよ。大変なのよ、岩梨のね、虎蔵がね、おとき放ちになったんだって。あ、ちょいと、ほんとかい。町じゃもう大騒ぎしてんのよ。バカやるな、そんなベラバなことってあってたまるけ、本当に。だってさ、あの男もお仕置きになるんじゃないのかい。め、大岡様一体どういうつもりなんだろうな。おさい、ちょっと俺行ってくる。ねえ、どこ行くんだよ。待ってんじゃねえか、め、奉行所だよ。あ、ちょっと、お前さ。帰れ、みんな帰れ、ここにいては邪魔だ。早く帰れ、走るな。ちょっと待ってくれ。あれだ、ちょっとだけでいいんだよ。お奉行さんに話あるんだよ。合わせてくれ、頼むよ。ダメだ、ダメだ、みんな帰れ、帰れと言ったら帰れ。バカだ、これはマジだよ。お奉行様、お願いいたします。合わせてくださいませ。お奉行さん、どうして夜嵐の虎蔵を解き放したんだ。お奉行さんの気持ちが知りたいんだよ、俺ら。お願いいたします。お奉行様、そうか、もうチンピラどもがのさばり出したのか。え、一体これから先どうなるんでございましょう。こちら、おう、リコ、エリエサギだ。虎蔵の家へ行ってみな。江戸中の家主が集まってある。まるでお祭り騒ぎよ。そうか、なっちゃいねえな、奉行所なんて。まったく、かしら、このままほっときかい。越前が虎蔵を解き放したということは、御前、何か確証を得たのでは。いや、そんなはずはない。
奴の目は虎蔵一点に絞られてるはずだ。しかし交換条件もなしに解き放したとも思われ、我々の動きを知ったのでしょうか。そうではあるまい。虎蔵が動き出さぬうちに始末しなければならんぞ。ご苦労さんです。どうだ。はあ、全く分かりません。本当に虎蔵一家がやったのでしょうか。上様がお呼びでございます。忠相、妻はまだ帰らんのか。下手人から何の連絡もないのか。ございました。何あったか。ご覧くださいまし。これが今夜また投げ込まれました。次に天馬町の囚人すべてを解き放せ。さもなくば貴様の女房の命はない。俺の失敗だった。夜嵐の虎蔵一家の仕業と読んだのだが間違いだった。上様、これでそれがしの失脚を狙った者の仕業であることがはっきりといたしました。となればたった一つ手がかりがございます。手がかり。何と一緒に薬卓下男の与兵と申す男も姿を消しております。与兵。下手人は波を誘拐しても小物の与兵には用はないはずです。ところがその与兵も未だに帰ってまいりません。波は八丁堀に行き、それから小安観音に回りました。それを知っているのも与兵だけなのでございます。それでその男の手配は。無論済んでおります。波が連れ去られたこの事件の真相を握っているのはおそらくこの与兵かと思われます。ではその男を探すしかないのか。飲むんなら屋敷で飲め。勝手に抜け出したりしよってバカ者。すみませんね。何十年住み慣れた江戸の最後の日だ。感じてないよ。だけど明日の朝はもう遠く行っちゃいますからね。どこへでもさっさと行け。いつまでも江戸にいられてはこっちが困るのだ。そりゃそうでしょうよ。手前が恐れながらと訴え出れば。何。いやしませんよ。ご安心なさいませ。その代わりもう少しお手当ていただけるように殿様にお願いして。タケ、お前には約束通り手当を渡してあるはずだ。でもね、あっしも一生食えるはずの御本社の小物をやめたんだ。あれっぽちはマシャクに合わねえ。どうです、あと10両。お願いしますよ。そうか、あと10両でいいのか。よし、殿にお願いしてやろう。とりあえずこれだけ取っとけ。
男をなぜ斬った？何？貴様、邪魔をする気か？胸打ちだ。しばらく眠っておれ。しっかりしろ。今医者を呼んできてよ。ここ動くんじゃないぞ。与兵の人相書きは今夜中にも江戸中に手配されそうです。そうか。しかし向こうも用心するだろうな。小物といえども長年奉行所にいた男なんだな。はあ、江戸から姿を消せば探しようがありません。うん、おい、お主、何をしている？新さんか。この辺に医者はないか？医者？男が一人切られた。切った奴は俺が眠らせておいたが、男はまだ死んではおらん。手当てをすれば助かるかもしれん。侍か？いや、奉行所の小物らしい。何でも奉行所を辞めてどこか行くと言っていた。それだ。その男はどこに？あそこだ。肝心の男がいない。何？おかしいな。こちらです。しっかりしろ。まだ息があります。騙しやがってか。与兵、お前与兵か。おい、一人気がついたぞ。いえ、貴様どこの家中の者だ。言わぬとあらばやむをえん。今度は本当に貴様を斬る。いえ、いつまでこの寺住まいかよ。なあに、あの小物が江戸を出る。女を片付ける。それまでの辛抱だ。そうはいかん。誰だ？誰でもいい。越前の妻をもらい受けに来た。何？この礼何度でおりました。しっかりなさいませ。何？怪我はないか？はい。今忠相がここへ来る。もう少しの辛抱だ。しっかりと待て。ありがとうよ、みんな。長いこと留守にして
すまなかったな。俺は見ての通りピンピンしてる。不死身だ。いやー、まったく虎蔵親分は不死身だ。俺にとっちゃな、南町だろうが北町だろうが赤子の手をひねるようなもんだ。これからはみんな今まで通りにやってくんな。さあ今日のところは盛大に飲んでくれ。ありがとう。ところで皆の衆にもご披露しようと思いますが、親分のこの度のおめでたで各方面からたくさんにご祝儀を頂戴いたしております。うん、親分どうかお改めくださいまし。気持ちはわかる。わしだとで同じだ。みんな同じだ。しかし、相手が悪すぎる。大事やってみろ。皆殺しにされるぞ。荒らしいんじゃねえよ、旦那。旦那たちがやらねえから俺たちがやるんで。俺たちは皆殺しにされたって構いはしねえよ。その代わりただじゃ死なねえぜ。奴ら一人残らず叩き殺してやるさ。俺たちはな、江戸の人々のためにあるんだ。涙。旦那、どいてもらおうか。しかし、今日だ。さあ、いい子だから黙ってけんな。おさえ、行ってくるぞ。あいよ、止めやしないよ。私も、めぐみの辰五郎の女房だよ。お兄ちゃん、しっかりね。みんなの骨拾ってやってくれな。あいよ、みんな、出かけるぞ。待てかしら。しーさん、止めねえでくれ。このままじゃ井戸はまた地獄へ落ちてしまう。町奉行がやらなきゃ俺たちがやるしかねえ。新さんがやらなきゃ俺たちがやるしかねえんだ。そこどいてくれ。そんなに行きたいなら行くがいい。その代わり鉢巻を取れ。飛び口を置いていけ。取り物見物に喧嘩自宅でもあるまい。なんだって。今頃は岩梨の虎蔵以下根こそぎ天魔町送りにされているところだ。処理者の奴ら全員捕らえ。南町奉行所の一員にかけても全員引っ捕らえるんだ。ご覧くださいまし。うわ、そうだったのか。上様のうなり。一同の者、面を上げい。本日その方たちを呼んだのは他でもない、その方たちに申し聞かせることがある。要は将軍就任以来たった一つだけのことを念頭に入れてきた。それはどうすればこの江戸が、いやこの日本が住みよくなるかということだ。その方たちの考えを聞きたい。浦部隼人将、答えよ。浦部隼人将、恐れながらお答えいたしまする。お見事なるお心構えかと存じまする。それがしいか一同同じ考えでござりまする。うん、そのためには従来の古いしきたり何百年も昔のままの順番序列などには一切とらわれることはない。
それでもよいのだな。しかと答え。どうした隼人将。仰せの通りかと存じまする。確かにそうか。はい。おう、今聞いた知らせによれば、昨日天満町牢屋敷より出された夜嵐の虎像なる部来の者、今また奉行所に捕らわれたという。隼人将、その方どう思う。思う通り申してみよう。恐れながらお答えいたします。越前殿のなさることは全くそれがしには納得できかねます。それがしならば解き放ちなどはいたしません。確かにそうか。はい。しかし聞くところによれば、大岡越前守は思いもかけぬ事件に巻き込まれたというぞ。と仰せられますると。聞けば不平不満の挙句、越前の失脚を企み、虎蔵以下無頼のヤクザども全員の解き放ちを要求してきた者がいたという。隼人将、どう思うか。全く思いもよらぬことでございます。その者はさらに越前の妻を誘拐し、その弱みにつけ込むなど、武士として思いもよらぬ卑劣な振る舞いに及んだという。恐れながら上様、それがしには全く何のことか存じません。さようなことは夜嵐の虎蔵とか申す無頼の者たちの仕業でございましょう。それがし旗本として。黙れ。これまで申してもまだしらを切るというのか。やむを得ん。これ引き出せ。出ませ。隼人将、その方の武士ならば自ら武士らしく裁くがよかろう。一同の者、その方たちも寄合旗本としてしかと見分いたせ。では皆の者、退院。俺は大変だ。浦部隼人将は切腹した。旗本たちは粛然として襟を正したのである。よって夜嵐の虎蔵は張り付け獄門、以下の者は全員遠投を申し付ける。これにて一件落着。一度下で。江戸の町に再び平和がよみがえる。吉宗がいる限り、その平和が失われることはない。吉宗評判記。
暴れん坊将軍。次回は。お前さん、お前さん、やめて。おふくろやってる。どうせわいは極道もんや。あいつは今でもこのわいを憎んどるじゃ。やっとわいも一緒に死んでるわい。お前さん、この朝霧に最高点を入れましたのが天満屋の山田さんでございます。天満屋はさ、てめえまだ消えられないのか。この浅草な、てめえのような髪型女の来るところじゃねえんだ。新さん、今度は大きな顔して出てきよった。次回、辛口一番親子酒にご期待ください。